借金1億円を抱えるこの男に虎たちが出資をする。マネー成立になる瞬間だ。僕思ったんだけれども、あんた今奥さんいるでしょ、借金がほんで1億円あるでしょ。今ね、奥さんと離婚できますか。もしそれができるんであれば、裸一家になってね、一人になってね、そっからやれるっていうんであれば、僕は全額出していいと思ってる。他の社長さんどうかわかんないけども、僕そういうなんじゃなくてね、一人出すとかじゃなくてね、専門外だし、でもいいなとは思うわけよ。だからね、その借金も、まあ、他の社長さんがいいって言うならばよ、借金もね、みんなで払ってあげて、そっからマネもみんなで割りゃいいじゃんと思うのよ。その独り占めとかさ、そういうのはあんまり良くないと思うの。どうも、別に選んだらいいよ、山田さんが、それは本人が。ね、私いいですよ、もう出します、これは。ただね、私だけにやらしてほしいですね。借金も私払いますよ。ただそれはまあ山田さんが選ぶことだから、そこはくじはしません。虎たちはもうメロメロ。では山田さん、三択です。どうされますか。どうなってしまう。